こんにちは。私たち以前とある場所に取材に行ってきました。まあインスタに上がってるのですが、取材と称して、はい、オイスターバーに行ってきました。無類の牡蠣好きですね。無類の牡蠣好きだからオイスターバーに行ってきて、はい、めっちゃ美味しそうな牡蠣いっぱい研究してきたね。してきた取材したからね。取材した。だから自分で作ればいいんじゃねえと思ってね。そうね、自分で作るために取材に行った。そう仕事で下がまだ覚えてますから。そうね、覚えてるうちに作っちゃいましょうということで、牡蠣でなんかいろいろおしゃれな料理を作っていきたいと思います。はい、ということで頼みました。生牡蠣、はい、オープナー。これ、ね、生で食えるほど新鮮なんだ。でもただ賞味期限1日切れてるけど、ね、ちょっとね、まあ、生食にする。うわ、でかっ、ね、これでね、L サイズで、上にまだ LL サイズ、3L サイズがあったかな。へえ。で、画像で見る限りね、肉厚。よーし、開けよう。開けよう。これだけるんだ。まずもう生の状態で開けましょう。うん、あ、これ開くのか。これ開くの、どうやって開けるんだろう。肉の手も入ってますね。まあ、こっちの方が立派なナイフが入ってます。あ、開いた開いた開いた。開いた。ありゃ。あれ、どうした。ありゃ、いろんなとこに。いや、でも、いい。よしよしよし。で、これにいろいろ味付けしていくわけだね。こうやって貝柱を切るのかな。あらあら、そんとしっとんさっと、こがんと、もう仕上げましたよ。じゃこれを味付けしていくので、とりあえず開けますか。8個ね。8個4種類は2個ずつやるからね。オッケー。こんにちは、さっそくよ。オッケー、いこう、めずあいー。どこの貝柱、この辺にある。これを触ってみて。おい男二人でさ、オイスターバーにいたのね。みんなカップルばっかやった。ねえ、むかつくうわ、これはすごい。これはすごい。じゃーん。うわー、ちょっとしんすな。こんくらい開けて、あー、なるほどね。目視貝柱切りをして、これ綺麗に開けれたんちゃう。ほら、はい、OK。で、これで味付けして焼いていくと。はい。じゃあ早速、いろんな味付けやっていきましょう。まず一つは、はい、じゃあキム君から紹介してください。まず一つは、はい、シシトウを使ったピリ辛風バジル風ソース。風ばっかりやなです。はい。以前、釣り岡のメインチャンネルね。そう、の料理で徳ちゃんが作ったんだ、そのソースを、うん、これがうまかったんですわ。うまかった。だからさっきちょっと材料聞いて作ります。はい、はい、と、チリソースですね。チリソースを使ったチリソースとチーズ、チーズこれと、オリーブオイル、ニンニク、塩、うん、と、あと1種類で、これはミートソースのミートソースです。はい、どうも。じゃあ並行して僕はニンニクをまず作っていこうかな。はい、じゃあ僕はシシトウをミキサーとかいろいろかけていきます。はい、じゃあちょっと僕ニンニク切ります。薄くこうスライスを作ります。これみたいなスライスを、これで油で揚げます。オリーブオイルで。これもオリーブオイル入れる。やっぱね、牡蠣オリーブオイル合う。合うよね。合う。じゃあオリーブオイルをちょっと多めにこう揚げるぐらいの感覚で、ニンニクに対してすごい多めで、先にもう入れちゃいます。ね、じゃあこれ火入れます。揚げます。カボスの汁も入れますね。あ、木村くん、それはミキサー何かけてんの？シシトウとニンニクですね。シシトウとニンニクをミキサーに、こんな感じで。はい。でも火止めて、あとはカボスの汁をシュッと。それ水分入れたらどこかな。で、これに、これを牡蠣の上に乗せていきますね。じゃあ2つ分ね、いくよ。あ、取れちゃうね、やっぱ。はい、これで1品目完成です。なるほど、簡単ですね。はい、じゃあ次、もうミートソース乗せるだけです。簡単。ここにソース美味しそう。オリーブオイル。あ、プシッ。
笑うのはいいけどさ、お腹に手当ててダメだったら何人ピョンピョンする。いやもう顔がすごかった今。ああ伊豆大島でお揃いの買ったのに。ああもういいや、汚れてもいいや、料理は汚れるもんや。ミートソースはかけるだけで完成ね。とあと2位はチーズとチリソースですね。美味しそう。うわあ美味しかったな。美味しかった。とっちゃんが考案した。なんか作り裏貼って。こいつやんな。これはもう完全にシャレったようにするためだけの。そういうこと。チリソースとこれは、チーズですね。はい。さあラクレットチーズ乗せます。ちょっとここはちょっとこだわらさせていただきます。はい、これで完成。これ3つできて早かった。ちょっと待って、いや早い早い。何かが足りない感じだね。一緒こそ入れてたかな。何か言ったもんな、さっき。あ、わかったと、それだ、言ってた、言ってた。これすごくない言ってた。なんか基本の出汁となる味がないなと思って。これ何か言ってた、鳥が。かっこちたっ。じゃあキムくん特製、トクちゃん特製の、キムくん特製の、キムくん特製の、シシトウバジル、シシトウバジルをかけます。やばくないこれ。お皿に綺麗に並べようね。はいはい、それでは入れていきましょう。はい、うわうまそう。よし、もう垂れてきてます。もう垂れてきます。いきます。あ、奥がちょっとはみ出ちゃうね。あ、大丈夫ね。あ、斜めった斜めった。大丈夫大丈夫。オッケー、よっしゃ、いらっしゃい。では何分いきますか。10分、6分30秒分ちょっと様子見ながら見ていきましょう。はい、はい、はい、そういうことで。さあ、そういうことで、はい、焼けは上がりましたのでオープニングです。はい、おお。よくわかんないけど、うまいのは確実だ。めっちゃ汁がすげえ、汁がすげえ出てるよ。うわー、すっげえみずみずしくなってるよ。みずみずしく、これ置いて、これ。いや、みずみずしいやろ、こんなもん、ほら。ほら、よし。うわー、チーズのいい香り。これ、のっけていっていい？あ、こんな感じ。はい、はい、これ持っていくね。はい、食べていきましょう。さあ、完成しました。それでは食べていきましょう。食べていきましょう。いただきます。いただきます。どれからいく。え、チーズがとろけてるからチーズからいこうかな。いただきます。どうぞ。ですよね、べったり張るやつ、いい音ですね。あれだ、うまい。合う。ラクレットチーズ合う。ラクレットチーズ合う。まあまあまあ、一品目ね、うまうまい、うまい。ラクレットチーズ合う。次取り組む。じゃあキムがめっちゃ頑張って作ったバジルいってみよう。そうそうそう。いただきます。うーん、うーん、合う。後で発表しよう。うんうん、どれも。なるほど。このおかきミルキーね。うん、そうそうそう、ミルキー。ちょっと岩がきに近い。あ、そうそうそう。君どっちがいつい？こっちかな。あっち行ってこい。じゃあいただきます。ミートソース。鉄板。これ好き。なるほどね。うんうんうん。うまい。なるほどね。肉。なるほどね。今。まああれかな。ちょっとランキングつけんといかんね。いただきます。いただきます。あ、ニンニク落ちちゃった。多分これが一番いいような気がする。ちょっと待って、ちょっと待ってよ、今考えてますけど。俺でもほぼ、でも、うん、これね、順位出してもほぼ僅差だよ、うん、いや、俺ニンニクが一番美味しかった。これ最初のラクレットチーズの人。ラクレット美味しかったよね。一番うまかった。
でもさ、いやミートソースもうまかったしさ、ぶっちゃけ全部いいじゃん、ま、全部うまい。でもこれちょっと家庭で作るには手間がかかりすぎるので、うん、まあ、興味ある人はオイスターバー行くよりこういう牡蠣セットちょっと高いけど買って、これリンク貼っとくね、アマゾンリンク、はい、買って自分たちでやってみて、うん、オイスターバーはどんなもんかっていうのを味わってみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。全部美味しかったです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よかった、うまい。バジルも美味しかったね。うまい。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、趣味のチャンネル釣りおかハウスはこちら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。